皆さん、新年明けましておめでとうございます。樺沢洋平です。統一地方選挙、花見川区のですね、大激戦の県議選、そこに立候補予定をしている予定候補である、白石千代さん、今日対談をさせていただく企画になっております。前回、4年前のですね、県会議員選挙では、我が緑区から立候補されたと。でその時はですね、江田千代さんということだったんですけど、今回名字がね、変わられ、白石千代さんに変わられてるんです。これはなぜ変わられてるんでしょうか。再婚をいたしました。ありがとうございます。再婚、はい、おめでとうございます。ということなんですよ。再婚されてね、そして花見川区にお住まいでということでです。まあ、初めてね、お目にかかる方もいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。花見川区より、県議挑戦いたします。白石千代と申します。私はですね、以前シングルマザーでずっと生活していまして、その頃は、はい、本当に生活が大変 で医療機関の仕事と、うん、ファミレスや居酒屋などの仕事、はい、ダブルワークしながら、なんとか子どもたちを学校へということで卒業させて、はい、頑張ってきました。今回その白石さんのですね、キャッチフレーズが諦めなくてね、いい社会だってことを言われてるんですけど、具体的にそれどういうイメージで、まあ、物価高騰でね、値段高くて、うん、買いたいけどやめとこうかなって、うん、だけどそれって例えば国がしっかりと国民支えるために、はい、消費税 5% に減税とかすれば、そうすれば買えるようになるかもしれない、うん、あと進学したいって思ってても、うん、なかなか難しいご家庭とかも、うん、給付型の奨学金とかいろんな制度をもっと増やしていけば、うん、そういう夢もね、実現して将来チャレンジできる、そんな社会に変えられると、だから諦めなくてもいい社会作っていきたいと、それがキャッチフレーズにしました、はい、素晴らしい、ありがとうございます。千葉県政というのはですね、財政力はもう4位とトップクラスなんですけど、一方でもう老人福祉費がワーストだったりだとか、もう教育費もワーストレベルだということですね。お金の使い方がちょっともう間違ってると。県議になられて、こう具体的にね、進めていきたいっていう政策っていうのはどういうものになるんでしょうか。うん、特にまず私が実体験した私学助成制度、今は学費しか対象になっていなくて、はい、施設費とか教科書代、うん、制服代、うん、そういったものが大きくかかってきている、はい、なので私学助成制度もっと範囲を広げて、はい、それでお金の心配なく学べるように、うんうん、で将来に向けてもやっぱり給付型の奨学金、今一部のね、はい、生活とっても大変な方しか受けられないんですけど、 それももっと広げて、ね、やっぱり若い人たちがチャレンジできる、うん、そういった千葉県に変えていきたいと思います、はい、なるほど。あともう一つ、はい、子どもの医療費の問題です。子どもの医療費、はいはい、千葉県が、うん、小学校3年生までしかないんですし、18歳までの子どもの医療費無料化、はい、これ実現のために頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、今お話もありました、子ども医療費の問題、本当におっしゃる通り、千葉市は小4からですね、こう300円から500円に上がるっていうことで、これもやっぱり県の制度が、例えば18歳までってなればですね、その分市の財政も助かるわけで、もっと他の分野に子育て支援にお金が使えるということで、ぜひこれはですね、県に拡充をしていただきたいと思いますので、まあ、一緒にね、取り組んで頑張っていきたいなというふうに思います。で非常に演説、スピーチが、まあ、感動的でございましてですね、ぜひ白石千代チャンネル見ていただきたいんですけど、先日平和の話を、はい、訴えられてましたけど、非常に感動的だったんですか、うん、あれどういうことだったんですか。私の祖母は戦争で、夫とまだ小さい2、3歳の子供とを亡くしてるんですね。で私が子育てをしている時、まだ私の子供が赤ちゃんの時に祖母に預けたんです。ちょっと見ててってちょっと預けた時に、怪しながら、いや実は戦争中こんなことがあったんだと、亡くしたんだっていう話をしだした。戦後50年一度も話したことないと、戦争中の辛かった体験を、うん、だからそれほどまでに心に傷を負って口に出せなかったという
う体験だったんです。だから50年経ってやっと心のいろんなものが溶けてきて、やっと口に出して身内に話せた、はい、本当に戦争っていうのはしちゃいけない。とにかく大激戦の花見川区の選挙、中村君江さん、そして、森田真由美さんと、そして白石千代さんと、まあ、女性3人が候補者ということで、千葉県議会っていうのはもうとにかく男性が多くて、そうです ね女性が少ないということでですね、ぜひこの、まあ、女性の声も届けていく、いろんな人の声を届けていくという意味でも極めて大事な議席になるということで、まあ、その辺の部分も含めて最後に決意のメッセージをいただけたらと思います。そうですね、はい、千葉県の県議会94人議員いますが、女性議員はたったの10名しかいません。しかも政令市、ここ千葉市から出ている女性議員が一人もいないんです。やっぱり女性の声もっと届けていけば政治良くなると思うんですね。花見川区から何としても女性県議をということで、はいはい、ますます頑張ってまいりますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、先日も私はあのイルカの問題でですね、水族館誘致の問題で、まあ、千葉市の県議がいればもっとスムーズにですね、一緒にこうアクションもできるといういろんな局面がありますので、何としても皆さん応援していただいてですね、県と千葉市、白石翔さん、何としても押し上げていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。